はい、9月1日木曜日ね。はい、柴ちゃん先生、毎度毎度ね、少し音が小さい。これね、原因がね、マイク自体の録音能力がやっぱり低いから音割れしやすいんだよね。音割れしないように、あのマイクと口を離すと当然音量が小さくなっちゃうでしょ。でその分、まあ今までそのまんまだったけど、それをあの編集ソフトの方で音量を大きくするっていうの、まあ、そうやってやれば単純に音は大きくなるけど、あのサーっていうね、ホワイトノイズも結構聞こえていくんじゃないかな。でこのホワイトノイズだけど、マイクが悪いのかなと思ってマイクを外すじゃない、あのプラグから引っこ抜いちゃうじゃない。それとマイクからもう何も信号が来てないわけだから、音はしないはずだけど、それでもね、サーっていう音は録音されてんだよね。で、あのマイクを直接パソコンにさせないから、そこにUSB の変換アダプターが入ってるんだけど、それ外すとマイクがないってことで録音もできなくなっちゃうから、そこから先は分かんないんだけど、このマイクの値段の差ってね、結構あるかもしれないけどね。でもうちあたりのはさ、声がいいとか悪いとかじゃなくてさ、情報が伝わればいいだけだからね。だから小さい声でもそ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 も喋ってたりさ、大きい声でさ、音割れしてんの平気でなんか流したりするとさ、イラッとすると思うんだよね。あとね、あのうちなんかやっぱりカメラとかさ、いろんなそういう情報のさ、 YouTube 見るけど、情報を小出しにする人ね、あの最初に結論言えよってさ、10分もかけてさ、中盤のどっかに隠し込んであるような場合、あれもイラッとするよね。あとゆっくり丁寧に喋る方ね、これもさ、情報の密度が高ければゆっくり丁寧に全部聞くんだけど、くだらねえことさ、情報の密度が低いものをさ、まあ、うちの動画みたいなやつだよね。ゆっくり丁寧に喋られたって聞くに値しないっつうの。まあでもいろんな人がいてね、あ、そういう喋り方が好きっていう人もいるしね。いろいろだよね、人間ね。はい、動画の方はね、毎月ほぼ染めてるね、白髪染めしてる方への宿毛矯正ね、これね、髪の毛傷むからってね、損傷するからって弱い薬使うとね、やっぱりウェーブバック起こしやすいんだよね。で宿毛矯正かけたその日はまっすぐ伸びてんだよね。2週間後にね、お客様が自分で洗ってね、ほんで乾かした時もまっすぐなんだよね。で外に出るとウェーブバック起こしてきて、なんか効いてねみたいな気がするっていうの、これがなかなかね、見えないところのクレームなんだよね。あのこのパーマの薬ね、あの強いのと、まあ、普通と弱いのってあるけど、やっぱり強いのっていうのはチオグリコール酸が多いからね、バチッとパーマがかかるっつうの、宿毛矯正もバチッてかかるっていうのかな。で取れにくいっていうので、弱い薬っていうのはやっぱりチオグリコール酸が少なくて軟化も少ないからね、あの痛まないかもしんないけど宿毛矯正も取れやすい場合があると。あと癖が強くて悩んでる方はね、まっすぐになりすぎてね、あまり文句言う人はいないよね。まあ中にはあの男の子でまっすぐなりすぎなくていいっつうんで、昔のもうないと思うけど、グランフェのVK の N ってやつ、一番弱いやつね。だから多分それってネオリシオの N に近いんじゃないかなと思うんだけどね、それでかけてる子もいるよね。かなり古い薬だけど、別に還元とか酸化とかしないでまだまだに使えるんだよね。まあそれでいいっつうんでね、その子もね。はい、お疲れ様でした。